高校生の米ロンパンは、熊本県立か本農業高等学校の生徒らが2008年に開発した米粉を用いたメロンパンである。小牧屋が製造、アソデリシャスが販売する。高校生の米ロンパンは、日本の米の消費を向上させることを目的とし、動物タレントのパンクンジェームズとタイアップして、日本各地で販売し、日本全国に、 米粉食品をアピールした。この取り組みは日本学校農業クラブ連盟全国大会食料の部において最優秀賞農林水産大臣賞のダブル受賞を2年連続で受賞した。アソデリシャスも日本ものづくり大賞を受賞している。米粉製のメロンパンは米の消費拡大と地産地消をモットーに2008年に 熊本県立か本農業高校の食品加工部に在籍した3年生10人のグループが開発した。高校生の米ロンパンにたどり着くまで約5年の歳月がかかっている。初期2004年度にグループは日本の食料自給率が約40%と低く推移する中において国民一人が1日に食べる食事のうちロールパン5分の1個に当たる。 約7ムの小麦粉食品を米粉食品に切り替えれば、その食料自給率は1ポイント向上すると知り、日本の食料自給率の向上に貢献するために、米粉の食品の開発に着手する。当時は2011年現在のような米粉の製粉技術がなく、また先生も生徒も素人であったため、開発はうまくいかず、地元で農薬、 化学肥料を使用せずに栽培された黒米を利用した味彩りパンを開発したり、2005年には地元の茶を使用したヘルティパンとティーから生徒が命名を開発し、共に校内などで自主販売をしたが、これらの製品で日本学校農業クラブ連盟全国大会に出場しても県予選での敗退が続いた。コンビニエンスストア2006年度に高校生グループは 子供から老人まで人気がある商品を作ろうときとし、高校生らの地元、熊本の有機野菜を用いた、カレーパン、ライス、カレーパンを開発する。また、ヘルティパンを改良し、地元産の茶子を用い、中にあんこを入れた米粉製のあんパン、アンティークパンも開発した。この、ライス、カレーパンは商品化できそうな出来栄えだったため、地元のコンビニエンスストアチェーンの、 エブリワンで販売できないかを企業と相談し、商品化に持ち込み、熊本県内60店舗で2週間限定の販売を行って、計6枚購入ることに成功する。2007年度は、エブリワンの九州地方全店舗238店での米粉パンの販売を目指して、エブリワンの製品開発担当者と協議を行いながら菓子パンの改良に取り組み、 鹿児島県産の黒豚と九州域内で生産された野菜を具材にした新しいライス、カレーパンと竹缶茶をブレンドしたアンティークパンの2種類を米粉と佐賀県産の小麦粉を用いてパンのふっくら感と米粉のもちもち感を生かしたパン作りを目指し米粉パン九州バージョンとして完成させる6月に20日間の期間限定販売を実現させ計14万個を販売する また、地元食材を用い、熊本城、築城400年歳のキャラクター、ひご丸をイメージした、米粉ピザイコール、ひご丸ピザを開発し、隣接する、鴨も商工高校機械科3年生が製作した、移動式石窯を使って、実演販売しながら、米粉製品の普及に努め、これもエブリワンから12月に販売されている。これらは、エブリワンと共同で商品化を行い、九州、 沖縄地域で計21万個を販売しており、それまでに米を4トン消費することに成功している。この米粉の菓子パン類はマスコミにしばしば取り上げられたため、店には行列ができることもあった。そこで販売エリアを高校生らの地元、熊本から九州全域にまで拡大し、そして日本全国への進出も試みたが、いずれも期間限定の販売であったため、いつ、 どこで売っているのかとの消費者からの問い合わせが増えてきていた。各地での期間限定の販売ではなく、工場的に全国で売るには、数量が揃う新たな食材が必要となり、鴨戸町で有数の生産量を誇るメロンを用いる試みにつながる。メロンと米粉のパンへ2008年度には、九州だけではなく、日本全国に普及し売る製品を開発すると意図し、 高校生らの地元、鹿本町名産のメロンと、熊本産の米粉を用い、メロンの果汁を使った米粉製のメロンパンを企画する。着眼点は、グループの部員がメロンパンには、どうしてメロンが入っていないのか、と疑問に感じたことだった。高校生グループは、本物のメロンを使うメロンパンを目標に設定した。米粉のパン生地と混ぜるメロン果汁の分量の研究を行ったが、 パンにメロンを用いると色が悪くなったり香りがなくなったりと失敗作の連続で実現は困難を極めた。高校生らの試行錯誤の過程は A 出版社のディスカバージャパンが次のように記している。天然のメロン果汁を生地に練り込んだがそれだけではいわゆるメロン色にならない。しかし着色料は使いたくない。メロンジャムをメインにするアイデアは ウリカのメロンを加熱すると黒くなり、見た目が良くないことから早々と消えた。熊本メーカーの朝鮮飴をメロン風味にして加えてみたが、パンに入れると味も食感もパッとせず、あいなく却下。ディスカバージャパン食でたどる日本の風景、英出版社より、高校生らは試行錯誤を重ねたが簡単にはいかず、8ヶ月間に25回の試作を行い、 失敗が続いたのはメロンを生地に入れるからと分析し、逆転の発想でメロン果汁入りの白玉団子をパンに封じ込めるという案にたどり着き、メロンの風味を活かすことを思いつく。パンの膨らみ、具合とメロンの風味の絶妙のバランスを取ることに成功した最終的にメロン果汁入り牛皮を案として入れるメロンパンの完成にこぎつけている。このパン作りはとてもハードルの高いものだったため、 高校生グループの研究資料は最終的に厚さ10センチのファイル2冊分にも及んだ。後のプレゼンテーションのためのデータ整理も大変で途中で投げ出したくなるほどだったと高校生は語った。最終的なコメロンパンの特性は以下のようになった。上昇値は抹茶でメロン色に仕上げメロン果汁入り小麦粉製、クッキー生地で作る。中生地は 日の光の米粉8割の生地で構成する。んとしてメロン果汁を用いた牛皮が入る。カスタードクリームの中にメロン果汁入りの白玉団子を封入する。焼き上がると表面は小麦粉でサクサク、中は米粉でもちもち、白玉がメロンのテイストを出すという食感を創出する。通常のメロンパンより低カロリー、低脂肪に抑えている。パン製造元の 古木家のパン職人から助言を受け、コメロンパンの中身のメロンのカスタードクリームの中に、メロンテイストの白玉を入れるアイディアが用いられている。高校生らは、白玉が高温で硬くなる性質を持つため、その回避法を古木屋に尋ね、古木屋はこのアイディアを伝授した。これを受けて、高校生らは、果汁と白玉、そして焼き加減の3つのバランスを何度も探り、 水分の蒸発と熱の伝わり方を調整している。2008年までには米粉の製粉技術が向上したためお客さんからは米粉はパンに不向きだと思ったが美味しいという声を聞いていますと店舗で小売りをした高校生が述べている。読売新聞は実際にメロンの果汁を加えたパンは珍しいそうで地元のパン工場に委託して 製造を始めると香りや味が評判になったと報じている。地域の絆は色にもこだわり、メロンの綺麗な色が出ていて、半分に切ると赤肉のメロンの色と青肉のメロンの色がつき、切った瞬間にふわっとメロンの香りが広がるという趣旨を報じている。なお、かもとのおブランドとして2009年2月にコメロンパンのコメロンに商標が認められている。 高校生らは製品には自信があったが全国での知名度はないと考え、知名度アップのために阿蘇市にある動物園、阿蘇カドリードミニオンのテレビの全国放送で人気のあるチンパンジーのパンクンドブルドッグのジェームズとのタイアップを、きとし、カドリードミニオンの子会社、阿蘇デリシャスを訪ねた。高校生らは米粉のメロンパンをプレゼンテーションしたところ、高校生の皆さんの夢を叶えましょう。 カドリードミニオンの小笠原哲郎社長にパンクンジェームスとタイアップを快諾させることに成功した。後に小笠原社長は次のように考えたと語った。地元の素材を有効活用してプレミアムな商品を作り全国に展開するということがアソデリシャスの企業理念とマッチした。また開発した商品を市場で販路に乗せるという試みは 高校生にとって素晴らしい経験になると考えた小笠原哲郎社長、熊本経済より地元の素材で全国展開を夢見ていたオーナーと意見が一致したのである。また、スーパー勤務経験を持つアソデリシャス社の常務取締役は小麦粉と米粉の生地、そして団子という加熱温度の異なる素材の組み合わせはパンのプロにはない斬新な発想。食味も良い。 と簡単している。しかしそれは量産化に向けて高い技術が必要なことを意味し、長く愛される商品として育てるには、パッケージデザインをはじめ、さらに付加価値が必要となった。高校生グループは、アソデリシャス社を販売元として、コメロンパンを販売することになり、今度は販売に関わる業者らと様々な打ち合わせを行うことになった。 パンクンジェームズを包み袋の商品キャラクターにすることや商品名についてなど継続して利益を確保できる商品にするために打ち合わせが続いた。このことは高校生らが商品開発での利益計算や召喚行を学ぶ絶好の機会となったと教諭が評価している。高校生グループの当初の製品名はコメロンパンだったが アソデリシャス社に助言を受け、高校生のコメロンパンという商品名に定まった。商品パッケージにパンくんを用いることが定まったのもこの頃である。パンくんにはもちもち感がたまらない。ジェームズにはこれはうまい。と吹き出しもつくことになった。また、アソデリシャス社の小笠原国子社長は、コメロンパンはパンくんのパンから由来すると述べている。 後にアソデリシャス社が農林省に提出した資料では、高校生のコメロンパンの主な広告宣伝は2008年8月から2009年3月までに22回行われ、うち全国放送のテレビ中継を複数回行っている。また、2009年1月15日には、熊本出身のタレイとスザンヌがジブログにおいて、コメロンパンはお米で作られてもっちもちで、 超おシートコメロンパンに言及し、さらに同年2月8日にも、熊本日日新聞市場のスザンヌ県宣伝部長を目立ってますようにおいても、コメロンパンに言及している。高校生グループとアソデリシャスは、阿蘇市内のパン屋、小木屋へ、高校生のコメロンパンの製造委託に成功し、小木屋のパン職人の監修のもと、高校生らも小木屋でパン製造を行い、高校生らは、 熟練のパン職人の協力で安定した商品を供給を可能にすることに成功した。古木屋の古木大二郎社長は米粉パンは熟成させすぎると硬くなる。調整は難しかったと後に話している。高校生の米ロンパンは2008年8月13日に熊本県の鶴屋百貨店で7日間の期間限定販売が実現する。 そして1日1300個を完売し、計8880個を販売した。これについて取材した日本農業新聞は飛ぶように売れたと報じている。この時点で年間販売目標は20万個と定められた。また、9月からコンビニエンスチェーンエブリワンの九州地方全店において姉妹品のライス、メロンパンが販売され始めた。一方、コメロンパンは、 9月まで鶴屋百貨店とカドリー、ドミニオンの2カ所での販売だったが、販売拠点の拡大に成功し、同年10月に横浜市の東急百貨店マプラーザ店の九州物産店に登場し、関東進出を果たし、毎日1000個ペースで1週間販売することに成功した。これを全国デビューと日本農業新聞は伝えている。このため、翌11月から、 東急百貨店本店の東横店で定番商品として取り上げられることになった。この東京進出の際の東京のバイヤーとの打ち合わせには高校生らも出席し、高校生自身は苦手ながらもバイヤーへのプレゼンテーションを行っている。商品の東京進出が果たされ、コメロンパンは発売4ヶ月間で7万個を売り上げる商品となった。なお、 販路拡大は、アソデリシャス社の野田常務が行い、価格競争に巻き込まれぬ、要百貨店が主体となっている。また、コメロンパンは、熊本のパン屋から東京へ空輸されている。販売開始から4ヶ月後の2008年11月には、高校生グループは生産と流通と人材の欠如を認識した。四水の空き店舗での製造を、アソデリシャス社と小牧屋に打診し、 4ヶ月にわたる工場設立プロジェクトが行われる。そして2009年4月から岡山県の百貨店天満屋をはじめ日本各地の百貨店などに販路が拡大されることが決まるとそれに合わせて両社が増産を決定する。高校生らが開発した米論ンパンのレシピを両社に提供する代わりに菊池市市水町に工房工場が3月29日に開設したのである。 この工場は年間20万個の生産ができるため約9トンの米消費となると高校生らは公表している。また地方経済史は新しい工房の生産量はそれまでの2倍に拡大され年間生産量40万個となったと伝えた。さらに2009年の読売新聞は当初は月約6000個だった販売数が今は2万個近いと報じている。 2010年のフードアクション日本はスーパーの空き店舗を利用した米粉パン専用工場は年間30万個の生産を可能にしていると公表している。また同時に高校生らの原価計算では新工場で20万個を生産すると利益率が15%向上し47%になるとも試算している。高校生の米ロンパンは 日本各地に販路が拡大していき、また、高校生らも参加しての百貨店での物産展などもあった。2010年の熊本日日新聞は、高校生の米ロンパンが大丸や伊勢丹などにも販路が拡大し、約1年半で27万個を出荷する大ヒットと書き、使った米粉は計12トンに上ったと報じている。地域雑誌社のインタビューで、 カドリードミニオンの小笠原哲郎社長は高校生らについてこう語った。私たちはすぐ計算づくで物事を考えるけど、彼ら生徒たちはそこなしに計算しないから可能性がものすごく広いんだ。何か一つでいいから、誇れるものを持てるように学校や企業がそのきっかけを与えるべきなんです。アソデリシャスのコメロンパンもそういったきっかけの一つになったのではないでしょうか。 社長の物語、小笠原哲郎、マッチカラーより、高校生のコメロンパンは、年間25万個を売る商品となったが、販売は、百貨店中心であり、米粉を広く普及させる意味から、新しい専門店が必要となった。そのため、2012年3月にアソデリシャス社は、熊本市の新市街地、アーケード、サンロード新市街の一角に、熊本県、PR キャラクター、 モンが目印の米粉フード販売店マウンドワーサを開設して高校生の米ロンパンをはじめとした米粉食品の普及を図っている。2008年の日本農業新聞は農耕生が開発した米粉加工品は各地にありますが全国販売までこぎつけるのは珍しいと報じている。その取り組みを高校生グループは全国大会で発表した。 大会では高く評価され、第59回の日本学校農業クラブ連盟全国大会食料の部で農林水産大臣賞と最優秀賞をダブルで受賞した。これは通称農業高校生の甲子園で日本一になったことを意味している。大会の審査員は5年間の米粉開発の取り組みが素晴らしく年々の開発進化と販路拡大は 高校生らしい挑戦として、日本農業に元気を与えてくれたと評価している。受賞に際して、高校生らは次のように語った。私たちの研究をきっかけにもっと米を食べてもらえたら嬉しい。これまでの苦労が報われて嬉しかった。この日本一は、米論パン開発に取り組んだ人たちと一緒に取った賞だと思いますと、2008年12月5日には、高校生らは、 川島育夫熊本県知事を表敬訪問する栄養、受け、また、県知事に試食してもらい、これは、美味しいですね。パンというよりケーキという感じですね、との感想を得ている。翌2009年の第60回日本学校農業クラブ、連盟全国大会食料の部でも、続けての取り組みを発表し、2年連続で農林水産大臣賞と最優秀賞を、ダブル受賞をした。 参加した高校生は2連覇できるとは思わなかったので驚いていますと感想を述べている。同年、アソデリシャス社も第3回日本ものづくり大賞を受賞している。2010年、フードアクション日本アワード2010をも受賞した。受賞に際して高校生は私たちの取り組みは決して一過性のものではなく伝統的に継続していくプロジェクトですと述べている。 米粉日本農業新聞は2010年に、鴨もと農耕といえば、米論パンと言われるほど、認知度も上がったと報道している。2008年には早くも日本農学アカデミーのシンポジウムでの講演、森林と農用地の一体的機能発揮による食料の安全保障政府に対する提言の中において、米論パンというものを作ったのですが、そういうことによって、米粉の利用が増える、ママ、 と語られている。また、2010年2月8日には、熊本県知事が東京において、熊本県内の特産品をトップセールスする際にも、高校生のコメロンパンは特産品に選ばれ、熊本ブランドにも選ばれている。高校生のコメロンパンが2009年に増産が決まり、菊池市,市水に新工場を建てる際に、企業はコメロンパンの製造技術の継承者として、 か本農業高校の卒業生を工場で雇用したが、それを熊本日日新聞は雇用の受け皿と指導者要請という次のステージに踏み込んだと報じている。さらに、高校生らの地元、山賀市では、2010年頃の次世代育成支援計画の資料の中のコラム、コメロンパン誕生日は夢の実現に向けてにおいて、青少年育成支援の実例として取り上げている。 また、文部科学省でも2012年の審議会において、専門学科等における職業教育の充実の事例として取り上げている。平成20年度の農業白書では、全国各地で進む米粉を使った商品開発等の取り組みの事例として取り上げられ、島根県農畜産振興課では、アソデリシャス社の常務を講師として、2011年に加工用米 米粉用米等利用拡大推進セミナーを行い、また米ロンパンの試食も行っている。農林水産省九州農政局は、熊本市内で小牧屋の社長を講師として、2013年の米粉利用拡大セミナーを行った。国会では、木原実衆院議員が、2009年3月の衆議院農林水産委員会において、米トレーサビリティ法案を審議する際に、 米粉パンを例に出し、高校生が米粉で作った米ロンパンというメロンパンが民間団体の賞をいただき、今コンビニエンスで非常に売れ、品薄である。民間の努力によって、これまで地道ではあるが、少しずつ普及をし、この法案をきっかけに一気に普及が拡大することを心から望んでいるとする趣旨を発言し、米ロンパンを米粉製品の例示としている。また、 熊本県議会でも2009年3月の予算折衝の際に農産加工研究開発事業において米論パンの開発指導などの米粉の利活用促進などに取り組んでいるとする趣旨で米粉推進への取り組みの例示として扱われている。国土交通省九州地方整備局では2009年の阿蘇・武田地域生活権調査検討会で用いた資料に 地域住民アイデア商品開発の実例に地域ブランドとして取り上げており、内閣府においては、食育について2010年度の食育月間以外の取り組み実績を公表し、コメロンパンを発案した熊本農工の講演があった第3回食育推進熊本県民大会を取り組み例としている。この他に、旧塚智明岐阜女子大学特別客員教授が、 東京で行われた2011年の食育シンポジウム日本食と健康長寿においても、またフードアクション日本推進本部が青森県農産園芸課が行った2012年の水田農業推進フォーラムにおいても、それぞれ米ロンパンが言及されている。以下は米ロンパン以外の米粉製品の一覧である。ありがとうございます。